入れてないっけ。嘘。いつもね2時間前には予約入れてるんですよ。いつもちゃんときっちり2時間前。今すぐ配信したくても2時間は撮ってるんです。こんにちは。黒服ね、久しぶり。そうレッスン終わりです。今日はレッスン終わってから配信しようと思ってレッスンの休憩時間に予約を入れました。予約入れました。私のことめっちゃ好きじゃんそれ。嬉しい。いいのにご飯食べに行って。そんな毎日やってるんだからさ、そんなご飯の方が大事だよ。こんにちは。私の配信は毎日あるしさ、1時間ちょいぐらいあるんだしさ、そんなこんにちは。ご飯よりも大切。まあね、5時からやってるからさ、6時、長くても6時半とかなんで配信。その後見逃すと損をした気分になる。本当？マジ？マジですか？でもまあ嬉しいですね。この千何百何日やって見逃して損をする気分になるってまだ言われるのは嬉しいです。千何十何回。こんにちは。そうでもね、一応ね予約は入れてるんですよ。ゲリラにはしないようにはしてるんです。一応ね、一応です。あんま意味ないだろうけど、まあ一応ゲリラではないんです。仕事戻ります。頑張ってください。ツイッターの宣伝しとこうかな。買い物行ってきます。行ってらっしゃい。うん、疲れましたね月曜日。まあ、まだみんな仕事終わってないだろうけど。疲れた。3時間ちょっとレッスンをしてしました。午前中に起きて。こんにちは。疲れましたねハートって。疲れた？疲れました。お昼寝タイムの時間だけど、フィジカル、あ、肉体的なって感じ。そうそう、3時間ぐらい踊るからね。確かに3時間運動を3時間してきた。お疲れ、ありがとうございます。確かに3時間の仕事って短いけど、3時間運動してるって思ったら長いね。確かにお仕事3時間はめっちゃ短いけど、休みなく普通に
3時間運動してきたって思ったら長いかもね。こんにちは。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。マラソンより長い。確かに。お茶休憩とかあるけどね、5分とかはない。お茶飲んで、はい、通しとか、カウントやって、お茶の一瞬飲んで通しみたいな。だから休んでないです。嬉しい。でも運動する機会ってないからさ、嬉しいです。3時間も運動できて。そう、レッスンそんな感じ。まずカウントして、あの音楽を流さずに、あの普通に歌いながらゆっくりカウントで合わせて、その後通し曲でみたいな。3時間。筋肉痛はならない。これは蝶々です。そうです。しかもマスクつけたまんまです。マスクつけたままの運動、痩せるかな。じゃ、ダイエットしなきゃいけない。ね、そう、運動大事なんで。です。え、そう、マスクして、マスク外してないですよ。まあでもすっぴんだからね、みんなマスク外したくないと思う。普通に感染がどうとかよりはすっぴんでマスクでいくからさ、リップも塗ってないし、だからみんなマスクしてます。デスマスよ、デスマス。あのレッスンにはメイクしていかないから、朝早かったりしたら。夕方からのレッスンやったらメイクしようかなと思うけど、午前中やったら早起きしてまでメイクはしなくていいやってなるので。こんにちは。あ、暖房つけてない。そういや、メンバー同士でもすっぴん嫌ではないけど、動画撮ったりするじゃん、残るんですよね、レッスン動画。うどもさん、かわいいギフトありがとうございます。し、寝起きで行くからさ、結構寝起きで来るんですよみんな。私も今日家出る20分前とかに起きて行くので、もうマスク顔隠しみたいな。そりゃすっぴんですよ、いつも。だってお話し会とか撮影もすっぴんで集まるじゃん。すっぴん、公演とかすっぴんでリハーサルしますよ。リハーサルはマスクなしだけど、みんなもう寝起きで行くんで。私はね、家出るまあ20分前とか、もっと遅い子は10分前とかに起きる。それでコンビニで朝食を買っていって、レッスンが始まる前の10分で食べます。そんでレッスン。ヤスルパンさん、かわいい、ありがとうございます。レッスン開始のね、10分前とかに着くようになってる。でもマスクしとかないといけないんだよね、多分コロナ感染的に。コロナ前はみんなマスクしてなかったけど、コロナが流行ってからはマスクですよ普通に。まだ。こんにちは、こんにちは。
家出れるよ、もうパッて出るだけ、ギリギリまで、どれだけギリギリまで寝れるかです。私的にもう髪の毛も適当、これです。化粧していってないよ。言うてでもまだみんな若いからさ、すっぴんがそんな変とか、しかもアイドルだからさ、ないよそんな。今リップしか塗ってないけどさ、あんま変わんないっていうかさ、高校生とかみすっぴんが当たり前じゃん、学校とか中学生とか高校生とか。痛い、挟まった髪の毛。そんなすっぴんとメイクの差がそんなにないし、なんか別にそんな(笑)ちょっと顔が薄いかなぐらい。でも高校生まではさ、メイク禁止じゃん学校だからさ、高校生はすっぴんで当たり前じゃんね。すっぴんとかじゃないよ、すっぴんとかない、すっぴんしかないんだから高校生、メイク禁止だから。だからそうそうそう、すっぴんじゃないよ、それがもうそのままなんよ、普通にそのままメイクなんてしてなかったですからね高校生で。なのでアイバーメイクしたことありませんね。男性はねあんまりしないよね。最近 YouTuber さんがその話をしてて、ね、男性はなんかメイクしなくていいけど、なんだっけな、女性はメイクしてやっと見れる顔になるんじゃって、マータソさんが言ってた。男性はメイクしなくても1かもしれないけど、女性は0を1にするのにメイクがいるんじゃみたいなと言ってましたということで、しますよメイク。マータソ先生、女はなって、岡山弁でめっちゃ語ってるんですよメイクを。男はせんで言うかもしれんがの、メイクしてやっとゼロが1になるんじゃんみたいな、マイナスが0になるんだけど、忘れたけどそんな感じで言ってた。メイクしてやっとマイナスが0になるんじゃが、すっぴんだとマイナスなんじゃかって言ってました。でもね、なんで男性はメイクしなくてさ、女性はメイクしなきゃいけないのって感じ。別にすっぴんもさ普通だと思い込んでしまえば、女性もメイクをしなくてもいいのよ。こんにちは。し、なんか黒いさ筆とかでさペン、なんか目のラインを引いたらさ可愛くなるっていうのがすごいよね、マジですごいよね。アイラインとかさ、黒い筆でさ目のここを伸ばせば可愛くなるみたいな、そんな人間の顔ね、不思議だよね。こんにちは。
メイクって。そう考えると不思議ね。そうだよね。目のラインにさ黒い筆で線描いたら可愛くなるっていうね、メイク。よう分からんよね。すごいよねそれ。そして茶色。こんにちは、こんにちは。いい耳。今日は抹茶の日。こんにちは。スタバの抹茶飲みたいな。私のメイク好き本当？でも最近ねメイク変えたんですよ。ちょっとだけね。私抹茶好き、抹茶好きで、抹茶好き。こんにちは。苦いお茶が、濃いお茶が好きなんですよ。だから茶道部入った。お茶飲みたくて、お菓子食べたくて。抹茶。私は配信してない時間ずっと音楽を流してるんですよね、家にいるとき。口ずさんでしょ。配信始まる直前まで。配信以外は基本音楽か YouTube を流してる。抹茶美味しいよね。好き好き。こんにちは。そう、配信中が一日で一番静かな日、それは間違いない。夜は YouTube 見るけど、昼間はまだ YouTuber さんが更新されないから動画を、音楽を流してるんですよ。なんか家のことしながら携帯のサブスクで流してるか、テレビで YouTube で音楽をずっと流してるかのどっちが。6時ぐらいからね YouTuber さんが動画をアップし出すから YouTube 見たりするんですけど、それまでは音楽を流してる。だからね、流行りの曲もね分かる。流行りに疎くないというか、アイドル以外も流行りの曲もついていける。なんでも流行りの曲もついていけるんですよ。アイドル好きな人ってアイドルの歌ばっか聴きがちだと思われるけど、なんか世間的に流行ってるやつとか、プレミア公開？YouTube プレミアムは入ってないんですよね。 YouTube プレミアム入りたいけど、広告なしになるから。今何が入ってますか？今はね、でもサブタイトルとかですね。やっぱりまだランキングだと日本のカラオケだと、カラオケの1位はドライフラワー。サブスクだったら、あとバウンディさんとか流行ってますね。あとバウンディさんとか、何がランキング上位だったかな。でも結構 TikTok が影響されてる気する。
こんにちは。 TikTok で流行った曲がランキングに入りがちですね。え、バウンディさんめっちゃ流行ってる今、若者に。高校生大学生って感じ。ランキングも上位です。カラオケも上位。こんにちは。カフェの BGM 曲を探して聴いたりしてます。へえ。歌詞がない音楽 BGM って。まあ流行りの曲もね、知っておくと話が合うから、どこに行っても。こんにちは。今日は今から夜勤です。あら、頑張ってください。夜勤。線引いたら目がでかくなるっていうね、メイクの不思議。今日レッスン早く終わったん。全然押したよ。ちょっと20分ぐらい。3時間20分早く終わってないです。先生、あれ、こんにちは。こんにちは。よし。雨降ってない。降ってない。なんで雨降ってる地域があるんですか。降ってないです。こんにちは。え、深夜雨なんだね。深夜 50% って書いてるわ。まあ深夜ならいいや別に。明日 70% 雨、火曜日。雨降ってないです。春夢さん、かわいい、ありがとうございます。そうなんだ、雨か。お話し会の決済済ませました。ありがとうございます。あ、ビスを探したってこと。私まだ行けてないんだよね。やばいよね、早く行かなきゃ。街に行くタイミングがなくて。もうないかな。でもまさにそれだけに行くにはって思って。何かと休みじゃなくて、しかも
まだ行けてないんですよね。もうないかな。どうだろう。なんかさっきまで聴いてた曲は分かんない。まあいっか。そごうに行く機会がないんですよ。だから今日のレッスン帰りとかちょっと迷ったんだけど、まあ街行く時についでに行けたらいいなって思ってやめた。美容室でも行こうかな。街に行くついでに行きたい。街だからさ。こんにちは、こんにちは。なのに街へ行くタイミングがないんだよね。電子書籍は買わない。あるんですよ、ビス。あるっちゃあるんですけど、特典をもらいに。そごうだとね、特典がつくんですよ。その特典をと思うんですけど、なかなか行く機会がない。こんにちは。え、今日視聴者数が多い。びっくり。今日はテンションがあまり上がりません。なぜでしょうか。それは Amazon ないんですよ。そのそごうの本屋しかないんですよ。そこしかないんです、特典は。だからそこへ行かなきゃいけないんですけど。ね、なんかテンションが上がんない。レッスンで疲れたかな。嘘。え、私がさっき暗い曲を聴いてたからかなと思ったけど、何聴いてたか分かんないんですよね。でも暗い曲もうずっと聴いてたの。だからかなと思ったり。一人で悲しい曲みたいな暗い曲を聴いてたから、そのテンションで、そのテンションが乗り移って。いや、暗闇、確かに暗闇も今日聴いたけどさ、レッスンで。え、疲れてはないですよ。可愛いギフトありがとうございます。疲れることはしてない。レッスンぐらいしかしてるじゃんみたいな。確かに。レッスンが終わったから逆にテンション上がると思ってた。確かに私はね、レッスン終わったらテンション上がるタイプなんですけど、なんでだろう。え、多分天気が悪いからかも。天気が悪いからか。か、あ、なんかダイエットしなきゃっていう気持ち。ご飯ちゃんと食べてないからかな。楽しい楽しいお話しする昨日で一つ終わってしまったから。そうです、そうなんです、そうなんです。
加湿器つけなきゃ。もう最近めっちゃカラッカラなんですよね、私の部屋。洗濯物がすぐ乾くぐらいカラッカラで、加湿器を止めてると喉がやられる。本当に喉やられん、みんな。なんでこんな喉弱くなったんだろう。でも広島に来る前、愛媛では自分の部屋に加湿器なかったんですよ。でも喉やられたことなくって、今まで2年前ぐらいから冬加湿器がないとダメな喉になってきてしまった。なんでやろ。実家にいる時は加湿器なんかいらんくて、19年間加湿器なかったんですよ。なのに2年前ぐらいから、3年前もいらんかった、2年前、去年から初めて加湿器買って、去年から喉が、加湿器ないと喉痛くなる喉になってしまった。弱くなったんかな、一回癖ついたらずっとあれみたいな。2公演とか出ると喉痛くなる。一回多分その公演とかで喉を痛めてしまったからすぐ傷つきやすくなってるのかなと思いつつ、昨日の夜とかめっちゃ痛かった。アパートは気密がある。なるほどね、確かに。一回なんかそう、なんか公演とかなんか続けた時に喉を思いっきり痛めて1週間ぐらい痛くて、そっから公演をしたら喉を痛めるようになったんですよね。そうなんですよ。喉ヌール。咳？あ、意識？あ、そういうこと？え、嘘。でも、一般人の時痛いって思わなかったけどな、喉加湿器なくても。なんでだろう。とりあえずカフェオレ飲もうと。え、咳は出ん。咳はね、出ないです。まあそりゃそうだよね、公園乾燥するもんね。冬、夏は大丈夫、冬だけ。でもめっちゃね、私の部屋乾燥してると思う。洗濯物がすぐ乾く、部屋干しだから乾燥してるんだろうなって思います。はちみつ金柑のど飴食べよう。スピンですか。ちょっとしました、ちょっとだけしたメイク中です。すっぴん、すっぴんではないですね、すっぴぐらい。でも乾燥ね、確かに。でも私ね、肌乾燥しないんですよ。なんか肌乾燥しないんです。そこは喉は乾燥するけど肌とかはね乾燥しない、荒れないっていうか。ハンドクリームとか使わない。こんにちは、こんにちは、はじめまして。飴食べてるからこれ。こんにちは、うろってる。いや、まだ綺麗で
まあ若いからね、まだ20代前半だからさ、ハンドクリームとか使わないですね。これめっちゃおすすめ。前も若い？若い頃からカサカサなんですって。まあ人によるからね、そういう肌質って。私は潤いマンです。飴はやっぱり飴ですかって。甘くないっすね。ダジャレに触れろって感じの。ユキリカの肌いい、嬉しい。ブルベです。今日オフじゃないよ、レッスン終わり。レッスン終わりなう。失礼失礼。そう、ジャージだからジャージです。これ最近買ったお気に入りのジャージなんです。下アディダスの、ずっと買おうかなって思っていいねしてた、欲しいものにしてたジャージをやっと買って、アルダス可愛いんですよ。アディダス、見えるかな、ここボタンになってるんですね。乃木坂さんの誰かも履いてた、これ弓木さんだったかな、ツイッターのレッスンのオフショットみたいなんで。流行ってるんですよこれ。 NMB さんとかも履いてる。乃木坂さんのレッスン着とかでも乃木坂さんも着てる。可愛いんですよ。ボタンなんですけどね。どこがボタンなの？ここです。ここがボタンなの。おしゃんじゃない？おしゃんなズボンです。レッスン、いろんな人が出る。そう、ゆみきさんが入ってた。ゆみきさんだったっけな、でも誰か履いてた、あの最近のレッスン中に誰かが誕生日でみんなで集合写真撮ったみたいな写真、乃木坂さんので、誰かが履いてた。レッスン着。こんにちは、こんにちは。筒井あやめさんが履いてたズボンも持ってます。まあレッスン着って大体絞られるからね、かぶるっちゃかぶるんですけど、みんな同じようなの。こんにちは、こんにちは。おしゃんでしょ。これでも STU メンバーも結構持ってますよ。矢野さんと中村舞さんとなっちゃんとまひなさん持ってたかな。めっちゃ知ってるんですね。え、そう、なんか流れてくるんですよね、ツイッターに乃木坂さんのブログが。それで誰かが載せてて、レッスン着みんなの集合写真、それであこんなレッスン着着るんだなと思って。こんにちは、こんにちは。
やブログ見て買ってない、これは普通に流行ってて欲しかったやつで被ってたなと思って、さすがにブログ見ては買わないかな。流行ってるんですよ普通に、流行ってて欲しいなと思ったけど、意外とねアディダスだからいい値段するから、もうちょっと安くなってから買おうかなとか悩みつつ、もう買いました。最近の流行りではないね、夏ぐらいに流行ったかな。まあ今も流行ってる、夏ぐらいに出だして今もずっと流行ってるって感じ。アイドルさんのレッスン動画とかで一人ぐらいは一グループでたまに履いてたりするるレッスンズボンです。 NMB さんとかめっちゃ履いてる、これ NMB さん。おしゃんですよ。買います？アディダス。でももうなかったかな、黒は。黒は S しかなかったんですよ。人気すぎて。アイドル向けのレッスン着屋さん？え、初めて初めて。レッスン着、おしゃれなレッスン着屋さん作って。いいじゃん。バズるんじゃない？需要あるよ多分。アイドルが来たらさ、ファンの方を真似するじゃんそれ。だから売れるよ。ちょっとおしゃんなレッスン着屋さんっていうのを作って、アイドルが来だしたらそれを真似するファンの方まで買い出して流行ります。頑張ってください。めっちゃいいじゃん。レッスン着もおしゃれにっていうコンセプトで作ってくださいよ。そしたらアイドルさん、いろんなアイドルさんいるからね、男性女性問わず着れるやつを作って、バズります。そしたらアイドル無理いいね、本物のアイドルはアイドル割り。いいじゃん、そういうお店ないもんね。いいじゃんいいじゃん。お疲れ様です。おつー、こんばんは。アイドル割めっちゃ一部の方対象でも、アイドルってめっちゃいるんだよ日本に。意外といるんだよ、数割いると思うよ多分。何かとアイドルってめっちゃ多いからね、全部合わせたらめっちゃいるよアイドルって。本当にめちゃめちゃいる。東京とか行って可愛い子にアイドルですかって聞いたらアイドルですって帰ってきそうなぐらいアイドルたくさんいます。そう、人口の数割いそう。アイドルとかアイドルめっちゃいますよ。アイドルって48だけでもさ数百人いるじゃんね。めっちゃいますよ。だから
アイドル割はないですね、さすがに。うん、めっちゃいると思う。ファミレス。調べて出てこんのかな。そんなさすがに記録ないか。日本の Google 先生、 Google 先生、日本アイドル人数、人口の方がいいかな。いや、人数でいいか。私の頼りにして1万人だって。少ないかな。地下アイドルのカテゴリーでツイッターブログなどを登録してる女子が3500人。少ないね、意外と。単純計算で5500人の地下アイドルが日本にはいます。5500人だって。地下アイドルツイッター登録してるのが3500人、それ以外も合わせて5500人、単純計算でって書いてるが地下アイドル。 AKB やモーニング娘さんなどの芸能事務所に所属してるのが2000人だって。1万人ぐらい。でも数えようと思ったらね、数えれると思うんだけどね。これすごいね、こういうの作ってる人。所属してないのが地下アイドル、わかんない。でもこれはこのブログによると、地下アイドルが5500人、芸能事務所に所属してるアイドルが2000人、ご当地アイドルが2000人だって。何、ご当地アイドルと地下アイドルの違いって。別にされてる。地方アイドル2000人、地下アイドル5000人。ローカルってことで、 AKB さんなどはなどのグループ2000人。1万人ぐらいか。思ってたより少なかった。3万人ぐらいおるかなと思った。アクターズ生は多分入らんな。アイドルなんかな。地方じゃない、アクターズ生、アクターズスクール、地方アイドルなんじゃないかな。日本人人口1億。え、日本人1億人もいるんだ。1億2592万人。そんないるんだ、日本人って。じゃあアイドル全然いないじゃん、1万人って。え、1億人もいるんだ、びっくりなんだけど。やばい、バカがバレる、怒られるお母さんに。あんまりバカな発言したらダメ。へー、多いね。
世界人口80億人か。何人くらいだと思ってたん？何人ぐらいとも思ったことがなくて、だからまず疑問を持ったことがなかったから何人ぐらいとも思ってない、そもそも。だから数字を見て初めて億みたいな、そう考えたことがなかった。だから何人いるかとか別に予想してたわけじゃなくて、そうそう、考えたことがなかっただけです。めっちゃいるね。でもさ、ブルゾンちえみさんがさ45億って言ってるじゃん。違うわ違ったかもしれん、間違えたかもしれん、ちょっと違う気した。やっとるか。世界もでも10位くらい。35か。だってそう、ブルゾンちえみさんがさ10違い、ごさごさ、ブルゾンちえみさんがさその35億って言ってるから、35億を基準に考えたら日本に1億人もいるんだって思って。45億ごそごそフフ45億。でも今80億人って書いてたから40億だよ。今増えてる増えてる。私が最新バージョンにしようかな。40億ってほら、2022年に世界の総人口が80億人を突破したって書いてるから、今は40億人なので女性の数だから40億ってしなきゃいけないアップデアップデ。でもいいことですね、すごいね。10億も増えたんだ人間が、あれから40億ね。ちえみさんのネタからさ10億人増えてるよ人口が。40億。愛媛県のね人数はね、愛媛県はね何人だったっけな、134万人。まあそんなもんですわ。134万人。宇和島市3万人だって。かわいいね3万ん？あ、違った、世帯数だった、世帯数が3万だった。広島は、広島119万人。広島市だった、それ広島県で出してほしいんだけど。広島県280かな。広島市110万人すごい。広島市で愛媛県全員ぐらいいるんだけど、すごいね。広島市だけで愛媛県全員いる。
ほうほう、そうなんだ。そんなに人いるように見えないけどな。そんなもんか。日本の人口のみんなから1円ずつ集めたらすごいって子供の頃は思ってた。そうだね、ね、1円ならね、みんな1円ならみんな出しやすいからさ、1円集めてさ、広島市120万円になります。こんにちは、こんにちは。そうだね、みんな1円出すだけで1億円になるね、日本のお金すごズリボーアットマークゆきりかおしってつけてきてるし、それを見せるためにハート1個投げるのやめてよ。そんな、それを気づかせるためにハート1個投げる。そう、愛媛は松山が一番いいです。いいですじゃない、混ざった、多いです。ください1円1円今1円くれたね、ハート 1G って書いてたから。ハート 1G だっけ、消えた。あ、 1G だ。今見てる方が1円ずつ投げたら3400円です3400円か。大阪さんだるま、ありがとうございます。黒のパーカー似合ってますね、ありがとうございます。10G 焼きりかに1円寄付しました、ありがとうございます。松山のどこがいいのって、松山の魅力、それと場所のどこってこと。松山はね、やっぱ栄えてますよ。路面電車もありますし、観光スポットが多いですね松山。2位は今治です。3位が宇和島かな。いや違う、3位は新居浜。次西条とか。宇和島結構下ですよ確か。え、わかんない、まあ、松山は観光スポットが多いですね。3位は新居浜、4位西条。合ってる合ってる、素晴らしい、天才だ私。今治のいいところは程よく都会って感じ、舞姫の中だったら。田舎すぎないけど落ち着いた街ですね。結構観光スポットは、観光スポットは松山に比べたらないけど、お城とかかな。日本の総人口は1億2000万人。うどんさん、かわいい、ありがとうございます。西条も結構栄えてますよ、水の町。このルームは勉強になるでしょ。世界は80億です。今2022年に80億超えました、覚えておいてください。だから世界の男性の人数は40億です。松山はね本当に遊ぶところが多いと思いますね。あ、今日の靴下ちいかわって言ってたじゃん、さっき誰か。前メロだしって思ってたけどさ、片方前メロで片方ちいかわだ、合ってるわ、ちいかわで。
よく見てる。ユミラー、ユミラーさんです。え、今日ちいかわじゃないぞって思ってスルーしたけどちいかわだった。右がちいかわ、左がマユメロだ。STU は結構靴下バラバラの子多いですよ。でも一応ね、色合わせたんですよ。靴から見える、そう、指輪っていうの、これ靴から見える黄色い部分一緒じゃん、ほら。だから黄色の靴下っていうのをまで揃えたんで、結構みんなバラバラなんです。指輪っていうの、これ STU の中で。でもありがたいですよね、そのユミリンさんが堂々とやってくださることで、後輩がさ、こうやってやりやすく、やりやすい環境を作ってくださってる。そう、わざとそうした。え、靴下どうしようって思って、あ、黄色でいい、これでいいやと思って。靴下本当にすぐなくなる。こんばんは、こんばんは。ユミリンパイセン様様様。そう、後輩も靴下 OK でバラバラな風。そうそう、結構バラバラな子も多いです。靴下ってさ、一個一個さ、洗濯バサミで留めるじゃないですか、なんか。そう、だからそっから、あ、とりあえず黄色みたいな感じで、一個一個さ、洗濯バサミで挟んで、なんかやるからさ、何かとなんかバラバラになりがちなんですよね、靴下。そんでそうなる、一個一個。同じ種類、そうだよ。え、なっちゃんが言ってた、なっちゃんとコラボした時にさ、その話したじゃないですか、福岡旅行の時に。福岡旅行のホテルでさ、だから同じ種類の靴下をたくさん欲しいってなっちゃんが発言したと思うんですけど、その後本当に来たらしい、同じ色の靴下がたくさんってこの前言ってきた。なんかベージュっぽい靴下を見せてきて、この靴下が大量に送られてきたんだって同じやつを大量に言ってた。だからね、どれ取ってもいいみたいなことを言ってた。 薄ピンクみたいな靴下が大量に送られてきた言ってました、この前、つい3日前ぐらいに。この靴下が大量にあるみたいな。あの人も靴下よくなくすんですよ。こんばんは。微妙なのはまあいいでしょ、微妙なのは。そう、マジで最近、いつだっけ、一番最近なっちゃんだった時に言ってた。まあ3日前のかな。こんばんは、こんばんは。そう、今年まだなっちゃんに4回ぐらいしか会ってないよ。全然公園かぶんないから今日も会ってないや。
今日は日曜のレッスンだったので。雨がなくなった。でも今日はあんま寒くないね。普通にレッスンから帰ってきて暖房つけてないのに15度あるし、寒いって思わないからつけてない。あったかくない？あ、そのアンツの日かも。確かに今日割とあったかい気する。家帰ってきて一回も寒いって思ってないから暖房つけてないやね。15度もありますよ。こんばんは。あったかいです。そりゃそうだろうね。あなたは春か。今人の名前呼んだんじゃないですよ。アンツの通知取ってるんだ。大変だねそれ。春が来るのか。私冬が好きだからな。寂しい。まあ半年我慢すればまた冬来るか。春を夏春夏半年ぐらい耐えたらまた冬来るから。冬が好き。悲しい。冬とのお別れが悲しいです。冬ね。でも人生でさ100歳まで生きたとしてさ100回しか冬が来ないんだよ。人生で少なくない？100歳まで生きたらね。100歳まではでもなかなかあれだから、人生で80とか90回ぐらいしか冬を迎えられないのに寂しいよ。春が好き。私冬が好き。冬はねクリスマスシーズンもめっちゃ楽しいしさ、お正月も楽しいし、ただ寒い日も雪の日も楽しい。夏は暑い。今年は冬っぽいことしましたか？あでも雪、今年冬っぽいことしましたよ。あのクリスマスコンサートの前々日の23日に大雪が積もって、滑りながらレッスンに向かいながら雪を投げたりした。投げられたり雪合戦。今年は雪が何回か積もったから冬っぽいことできました。何回も雪積もったし、リハーサルの後に雪が積もってる中半袖で帰ったのも思い出です。あと冬っぽいことはなんかしたかな。でもスキーとかはしたことないんですよ。ない。できるかな。こんばんは、こんばんは。雪の子雪さんなんで。構造がかわいい。レッスン終わりってめっちゃ暑いんですよ。汗かいて、だから暑くて暑くてコート着れなくて、そう。
レッスン本当に暑いんですよ。だからTシャツのまま帰りました。暑くてコート着れないんだよね、終わった後。スキーやってみたいけど、スキーとスノボスノボーはどんな感じだっけ。ロマンティックスノーはスノボーだよね。ロマンティックスノーでさ、そういう歌詞があるんだよね。最高に面白い。マジ私はそれをまだ体験したことがないんだよね。スキーとスノボーの違い。でも人生においてスキーとかやる機会あるかな。こんばんは。スキーの方は怪我しない？へえ。ロマンティックスノーはスノボーだ。スノボーとかやる機会あるかな人生で。ない気してきたんだけど。22年間生きてなかったし、今後。そう、作る自分から意識的に行かないとない気する。誘われることもないだろうし、行かなきゃいけないって機会が絶対ないだろうから、自分で行かないとね、行かないわ。修学旅行してないです。スノボ修学旅行はユニバとかです。ユニバ、ユニバ、ディズニーです。小学校ユニバ、中学校ユニバ、高校ディズニーです。原宿家です。原宿でいいよ。メンバースノボー行きたいとか話にならないよ。広島県民だしね。広島民だし。ユニバ、ユニバ、ディズニー。でも行ってみたいけどね。ゆきさんスノボめっちゃうまいイメージ。マジやったことないんだけど。メンバーで行ってくれる人おるかな。逆に広島にもあるらしいんですよね、スノボをやるところ。それは聞いたことあるんですけど、メンバーは乗ってくれないかもしれない。こんばんは。似合いそう。本当ご褒美スキーロケ。でも怪我したらダメだからさ、やらなそう。怪我しそうじゃん。腰痛めそうじゃん。滑って軽はずみでやってさ。こんばんは。23日のオンラインお話し会申し込んだ。ありがとうございます。オンラインお話し会ね、ロケ
ゆきりかスノボをやってるイメージがある。もうそれな、胸ゆきの影響じゃん絶対。そう、蝶々です。肺に見えるでしょ、なんかレントゲン写真みたいに見えるよね。わかる。雪梨花は全然スノボーとかやったことないです。雪入ってるけど。そう、レントゲン写真に見えるでしょ。蝶々ですから。これレントゲン写真じゃないよ私の。意外とパリピなんだよねって。私がだから行ったことないって。パリピじゃないじゃん。スノボもスキーも行ったことないからパリピじゃないです。 YouTube 見て、 YouTube 見てます。肺が影に見えてきました。肺に影が見えてきました。ゴルフ、なっちゃんゴルフに走ってる、面白い。何に走ろうかな。クラブとかも行ったことないですよ私。パリピじゃないよ。新ドラマ見てます、見てます、めっちゃ見てます。あ、ローラーシューズはできるよ。ローラーシューズ昔流行ったんですよ。ローラーシューズ、あ、ミラーボールありがとうございます。ヒーリーズ、クラブでもダンスをやるとこでしょ。なんか私踊れないからさ、音楽に乗ったり。絶対なんか周りの目が怖くなってついていけないわ。ティーライダーさんお疲れ、ありがとうございます。ダンスレッスンしてるけどさ、ダンサーさんとか絶対行ったら楽しいんだろうなって思うけどさ、私は無理だよ、無理無理。インドア派ですね。なたるでさえ人目気になる人なんです私。だからそんなとこ行ったらもう精神が病んじゃいます。こんばんは、こんばんは。やだやだ、昼ね、昼のスーパーとかでも人目気にならない。インドアです。あ、服がそういう系。でもこれねシーンですよ、普通に可愛いなと思って。こんばんは、こんばんは。プリン食べます。え、どうぞ。こんばんは。背が高くて可愛いから目立っちゃう。そんなことないよ普通に。可愛い子いっぱいいるから。こんばんは、こんばんは。
ばんは。もう夜ご飯の時間なのかってプリンで思い出してる。それご飯プリン、アイドル買って。ゆきさんめっちゃ可愛いよってありがとうございます。何時まで配信しようかな。晩ご飯プリン可愛すぎる。それなアイドルじゃん。私よりもアイドルやってるよ。可愛いギフトありがとうございます。12日の席が出ました。最前ゲット。お、今日出たのそれ。6時だけど今やったね。最前ゲバントでしょ。ゆきりかちゃん色白だから黒似合うね。ありがとうございます。夏にねどれだけ家を出ないかで日焼けしないか決まるので、夏は頑張って家にいたいと思います。日焼けしないようにすぐ焼けちゃうんで。こんばんは。こんばんは。夏に焼けて冬に戻る。夏にね焼けるんですけどね、冬に戻るんですよね私。なんでまあ焼けても冬に戻るんですけど、夏苦手です。暑い、ヘトヘト。冬に戻るからまあ焼けてもいいんですけど。え、戻る戻る戻らんの逆に。夏に焼けて冬に戻りますよ。夏に焦げて冬に白くなります。こんばんは。こんばんは。日焼けしたら赤くなるタイプですか。え、赤くならんけど普通に色が白くなくなる。なんか茶色みたいな。どれだけ黒く焼いてももうなりますよ。ええ、そうです。日焼けサロンとか行ったとしても冬になったら戻ります。ふむふむ。夏に焦げて冬に焼ける一年中焼けてるじゃん何かと。それそう、冬は色白ですよ。冬ですもん。雪の妖精なんかそう、私雪の妖精だからさ、冬になったらやっぱ白になっちゃうんだよね。ゆきさんだもん。だってゆきさんですもの。こんばんは。雪のように白く。確かに妖精みたい。妖精、こんなでかい体して妖精。夏はいなくなっちゃわない。夏は必死に生きてます。ゆきさん日光に負けずに必死に生きてます。ゆき、やっぱり色白がいいのねって。まあ白くなりたいですよね。白ければ白いほどいいなって思います。
6時半で1時間半ですね。もうちょっとしたら終わろうかな。雪見大福好きそうな顔してる。え、好き好き、雪見大福。雪見大福私の顔雪見大福だよマジで。夜は1回、昼2回、あ、昼2回、あら2回か、あの U 字型のジュリボーさん、バラありがとうございます。持ち肌、まあ自分でその持ち肌って言ってるわけじゃないけど、私のほっぺは大福2つなんで。チャームポイントは大福2つ、雪見大福です。ゲバントの2階はね、まあよく見えると思うよ、前の人がいないからさ。だけどね、まあメンバーの頭が見えるね、やっぱり多分上からだから。2つはまさに雪見大福、確かに2個入り、雪見大福2個入り。そう、2階はやっぱり頭とかが見えるんじゃないかなって。2階に登ったことはないんだけど頭が見えそう。ゲバントの2階は左か右ならいいよ、確かに正面だったらめっちゃ遠いよね。右か左なら確かに近い、手前すぎたら遠いしか見えない。パセリあのねるツイートしよう。そうやね、また今度雪見大福っぽい写真撮らなきゃ。雪見大福、頭皮を顔面して、メンバーの頭皮が見えるだけだから、みんなのじゃないから安心して。みんなの頭が見えるんじゃないから、メンバーの頭ね。そうそう、メンバー2回見るようにしてるよちゃんと。安部さんアイスありがとうございます。雪見大福食べたくなった。売ってるのかな、コンビニとかに。今冬限定だよね雪見大福って。あるか、見かけないな最近。私がアイスコーナー見ないからか、それは。うん、ある？年中ある雪見大福って。へえ、そうなんだ。アイスコーナー、夏はアイス食べるけど冬はあんまアイス食べないから分かんないな。今あるんかね、普通にコンビニ。まだ来ました、こんばんは。こんな時間に珍しいねって。そう？珍しくないよ。ね、冬が美味しいイメージ。雪見大福は冬に食べるアイスってイメージがあるから。雪。今日の夜ご飯は何？今日の夜ご飯はメールで送ります。秘密です。私の食生活を知りたい方はメールへどうぞ。こんばんは、じゃあ今日もチョコを食べて配信を終わるとするか。昨日福田さんからもらった赤ちゃんマン、
ね、眠い眠い。え、昨日も私早く寝たんですよ。あ、でも昨日は結構夜遅くまで配信したんかな。昨日気づいたら寝てて0時過ぎには寝たと思う。また早くない？そう、昨日も1時前に寝たんです。0時ちょいぐらいに。早い。携帯触ってないし、すぐ寝た。イエーイ。福田さんからまた赤ちゃんまん。寝落ちはしてないよ。ちゃんと目覚まし入れてたから。おはようツイートもちゃんとしたじゃん。おはようの目覚まし入れてた。寝落ちっていうか、そう、普通に目覚ましを入れて気づいたら寝てた。時計見てなかった。遅くないよ。だってさ、11時まで配信したんだよ。その後ダッシュでお風呂入ってさ、早くない？ってことで、チョコマウント、福田さんからもらったアンパンマンじゃないわ、赤ちゃんマン食べます。いただきます。今眠いから今ならすぐ寝れそうだけど、お風呂入ったらちょっと目覚める。今日は、うん、冷蔵庫に入れてないのに冬だからパリパリ。今日何時に起きたの？1回目は7時40分で、ツイートとメールをして二度寝して、2回目は11時ぐらい。うん、ピンクはいちご味。二度寝するよ。だって8時に起きないよ。ピンク美味しい。頭皮じゃないでしょこれ、かぶりもんでしょ。髪じゃないって、かぶりもんだって。赤ちゃんマンだから髪なんか生えてなかったよ元から。ででーん、髪の毛あったっけ。髪の毛あるじゃん、ほら髪の毛、これかぶりもんです。帽子、帽子を脱いだだけ。かわいい、ありがとうございます。帽子脱いだらこんな感じ。髪の毛あるじゃんまだ。もう触れないで、何の話してもそんな適当に。髪の毛髪の毛髪の毛って。画角良き。今ですよ、言うなら。髪の毛がない今です。あえて言いませんので。
何が出てくるだろう。絵が出てくるんですよね、これ真ん中から。ドキンちゃんでした。ドキンちゃんが出てきました。ちなみに下はメロンパンです。絵が出てくるんですよ、ドキンちゃん。あ、出た、ドキンドキンです。よし、食べました。美味しいアンパンマンチョコ。完食です。ごちそうさまです。ってことで配信もろっかな。ドキン、こんばんは。ゴミ捨てます。エンペメ、お疲れ、ありがとうございます。あ、リップの色が薄くなってる。チョコに食べられたリップ。音声だけ聞いてる人何事って思うよ。エンペメンえみたいな、コメント読んだだけなのに。これは何なんてって、エンペラーって書いてたんですよ。エン、エー、あ、あーじゃなくてエーなんですエンペラーもう違うじゃんそれ。リピートアフターミー、エンペラー。こんばんは、こんばんは。エンペメンイエーイエーイエーかっこいいね、アンパンマンが急にちゃんとリピートしてください。リピートアフターミーって言ってるのに3人、1人ぐらいしっかりリピートしてくれてない。 A と E の中間の発音ですねって、すごい英語的になんか解説してくれてる。かっこいいでしょ。ってことで配信も終わります。バイキンメン、アンパンマン、アンパンマン、バイキンマン、バイキンマン、
ほんとね。男女読みます。13位渡辺さん、12位ルイさん、11位春夢さん、10位ドンちゃん、9位大阪さん、8位エレメンツさん、7位理化学研究所さん、6位ミニマロンさん、5位アキアンさん、4位ミキヤさん、3位ヤスベさん、2位ヤスルパンさん、1位ウドムさん、ありがとうございます。ということで月曜日お疲れ様でした。早く寝ましょう。ゆっくりお風呂に浸かってあったかくして寝ましょう。ってことで、あ、仕事戻ります。頑張ってください。早寝部したいよね。あさってが席替えだね。明日は何だろう、まだ来てないや。ギルマとすごいね、継続力すごいよ。もう 2年ぐらいなんじゃない、ギルマとって。ってことでお仕事の方は頑張ってください。ってことで終わります。おやー、エンパメー。